はい、明治チョコレートスクール略してチョコスク学級委員長の佐藤ノアです。担任のジャガモンド斉藤です。うなぎです。イエーイイエーイ、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、はい、チョコスクではお家で簡単に作れる手作りスイーツを紹介する調理実習の授業になります。とっても簡単にできるレシピを毎回素敵なゲスト転校生畑のことよ、はい、私のことと一緒におしゃべりをしながら楽しく作っていきます。テストでいい点取ったご褒美、部活で頑張ったご褒美、 SNS にアップするため、お菓子作りを楽しむためなど、いろいろみんなも美味しいミーチョコ作りを楽しんでみてね。ちなみに最後にプレゼントキャンペーンもあるよ。カンペ読みました。カンペカンペがすごい。いいよ、今日もね楽しくね、はい、楽しく作っていきましょう。お願いします。やっていきましょう。ノアちゃん、今日は何を作るんですか？はい、今日はアイスチョコレートいちごドリンクです。美味しそう。暑いからね。これは良さそうっすね、うん、暑いからもう下げたい体温を。はい、うん、やっていきましょう。やっていきましょう。イエイ、チョコスク。さあ、ということで早速作ってまいります。イエイ。細かく刻んだチョコレートをですね、そちら、あ、ちゃんと聞いてますか？ごめんなさい。楽しそうなのいいんですけどね。はい、聞いてください、ね、すいませんが、すいませんが。いえ、すいません、お願いします。細かく刻んだチョコレートを鍋にそちらね、入れていただきまして、はい、牛乳を加えたら弱火にかけ、泡立て器で混ぜながらチョコレートを溶かします。はい、そしてあのチョコレートが完全に溶けたら火から下ろして冷ましていただきたいと思います。はい、あ、いいですね、テンポがいい。あ、いい匂いがする。もうチョコの、あ、本当だ、香りが、あ、いい匂い、いいですね、匂ってきますね。ね、あ、すごい楽しそう、 TikTok 撮ってるみたいな。ね、わたけちゃんも普段キッチン立たないですか？立たないですね。あ、じゃあ結構新鮮、今日のこういうね、こういう家庭をやって、はい、なんか普段料理できなすぎて、うん、ずっと レンジでできるものしか、あ、冷凍系とか、はいはいはい、はい、じゃあ自炊とかあんまりしないですね。したいなとかはあります？思わないですね。そんなの小声なんですか？でも拾われちゃってますから。あんまり大きい声で言えない。あんま大きい声で言えない。でお菓子作りとかどう？あ、でも小学校の時に、うん、あのお菓子教室行ってました。あ、そうなんだ。はい、じゃあ割とこういう器具とかね、泡立て器とかは懐かしい感じなんじゃない？そうですね、うん、あんま感じてなさそうですね。懐かしさあんまり感じてなさそうな。小学校の時なんです、ね、うん、じゃあ思い出しましょうね、はい、今日はね、ちょっと今日はその時の記憶を呼び覚まして。いいですね、頑張ろうと思います。素晴らしい。はい、ということでできたということで、できた。今日はね、ちょっと時間もないので、はい、急速冷凍冷まします。はい、さあ、ということでここからわたけちゃん、よろしくお願いします。はい、はい、冷凍したいちごね、はい、あるね、これね、こちらを、先ほどのノアちゃんが温めてくれたチョコのね、あちらと一緒にジューサーミキサーにかけてよく混ぜてグラスに注ぎます。はい、で最後仕上げでいちごとミントをお好みで乗せて終了ということになりますので。お、すぐできた。もうすぐですよ、最後のラストランを。わかりました、わたけちゃんお願いします。頑張ります。はい、まずじゃあいちごを。いちご、はい。すいません、手がちょっとパニックってますけど、はい、はい、手でいいのかな。手でいいですよ。いちご10個分。いちご10個分、うんうんうん、結構入ったね。汁にこれを注ぎます。はい、はい、いけるかな。大丈夫大丈夫。いやいや、ちっちゃい。あ、上手上手。あ、いいじゃない。あ、いいな、ぴったり。ぴったりだ、やっぱよくできてますね。まあ、プロがやって準備がさすがですね。いつもありがとうございます。これをかけるわけですね。はい、セッティングを。はい、あ、いい色。色味良くないですか？これがまた混ざると多分ね、うん、ピンク色になるのかな。いい、ピント合わせてくれる。参ります。合わせるならしっかり合わせてください、はい、そこはね。大丈夫かな。どう、のあちゃん、のあちゃん見てあげてください。これ、え、これ、これ、え、ちょっと大丈夫、ちょっと、え、大丈夫なの、なんかその何が。はい、じゃあ参ります。なんかトロフィーみたいでいいですか？うん、はい、はい、お、いいのかな。どうだ、これで何、どうやったら、ハマってる、ハマってないですかね、学院長。あ、今ハマったんじゃない。いきます。はい、あ、お、いいね。夏は他に何をするだろう。あ、喋りかけないでください。何も聞こえない、何も聞こえないんだよ。やめてください。クロちゃんの声しか聞こえない。お、いいね、もう大丈夫です。あ、早いね、すごい、できたー、できたできた。じゃあこれを今からグラスに注ぎますね、はい、簡単簡単、秒じゃんね、うん、チョコスクできました、イエーイ。
いいですね。ちょっといちごとおミントのね、飾り付けがね、かわいいね。夏っぽいですね。ねえ、いただきます。飲んでください。いただきます。はい、冷たいだろうね。キンキンでしょう。なんで、どうしました。あんま喋らないでください。あんま喋らないでください。喋らせてよ。出てるんだから。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい、うん、ちょっといただこう。うん、美味しい。これマジ最高な気がする、うん、うわやばい。え、前さバナナやったじゃん。やったやった。あれも美味しかったけど、これもめっちゃいいね。いいね、いちご最高だ、これ、うんうん、なんかアポロみたいな、うんうんうん、うん、そうだね、確かにチョコレートと。あ、美味しいですね。飲みやすい。なんかもっと 甘さがガーンってくるのかと思ったら、うんうん、こう爽やかさが強い、うん、なんかちゃんと酸味もあってね、うんうん、めちゃくちゃいいですね。夏にぴったり。これ文言みたいな。カンペ読んでるみたいな。ないない。定型文ないから。本心だよね。本心、本心で。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うん。チョコスクでは手軽に作れる美味しいミーチョコスイーツを紹介しています。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。明治チョコレートスクール。はい、皆さんこんにちは。ミーチョコアンバサダーの佐藤ノアです。このコーナーでは明治がカカオに関わる全ての人のために取り組んでいる持続可能な社会を目指す活動について紹介していきます。最後にプレゼントキャンペーンもあるから皆さんしっかり勉強してくださいね。今日紹介するのはモーダルシフトについてです。ここで問題です。モーダルシフトとはトラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さいふんふんふんや船舶の利用へと転換することを言います。ふんふんふんに入る言葉は何でしょうか。答えが分かった人はツイッターでハッシュタグ教えて佐藤ノア先生をつけて答えを投稿してください。正解した5名様に抽選でチョコスクのオリジナルジャージをプレゼント。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。またね。イエーイ、イエーイ、お願いします。ありがとうございます。初登場ということで、はい、